奏でよ。聖絶にの極めるぜ剣。押し寄せる時代に俺たちは抗う。全ての城から羽柴の連中を追い払うぞ。わらを戦うのじゃ。父上の志を繋ぐために。死にたがりには付き合ってられないわ。国勢など取るに足らん。お世話で圧倒し、敵の戦意をくじけ。敵増えてる。だいと、言ってられないんだけど。船を落とし、敵の増援を阻め。
前は砦を落として敵の進軍を阻む。ロマサと俺で役目にしたのか。おねね様も見てっし。総大将を叩くだろう。城を落とされようと微塵も揺るがない。俺たちが宿す堅牢な魂を。
비비죠. 聞こえるわけねえだろ。ビビらせよったって。その声なき叫びが俺に訴えて、貴様を撃てと。聞こえねえ。そんなこと俺は信じねえかんな。敵将精絶に討ち取った。開門。ま、ざっとこんなもんかしら。これで枠の上に来るの。ようやく反骨の魂が覚醒した。ねじ伏せてみろ、お前の宿命を。道は開く。町の上から城に入り、虎丸城を取り返せ。静かと、サモンのバカは何やってんだ。秀吉とは何様だ。何の大義があってこの地に来た。皆が秀吉様に従えば、戦のない時代が来る。大義はそれで十分だ。秀吉とは何様だと聞いている。光秀を討っただけ。天下人気取りか。天下を治められるのは秀吉様だけだ。この戦いに勝ち、それを証明してやる。虎丸城奪還は反撃の序章に過ぎ、一気に巻き返してやれ。虎丸城が奪い返されたとか。そんなことが。主張してください。好機だ。蘇合城を落とせ。やだ、ちょっと危ないじゃない。なんなのよあんたたち。反骨を調べ、俺の魂に届いたらしい。私、何か奏でてたかしら。でも、何か…ぬるかな。一生よ、貴様に送ろう、鎮魂歌。これでいい。残るは引けた状態。進め。これだけの兵を引き手に勝てんと。この程度の器だというのか。できるわけがあるまい。何
勝ちたいというのは敵総大将を打つ手だと。敗北。最悪の道を歩む。敵将、聖絶に討ち取った。今こそ奴らに聞かせてやろう。時代に抗う魂の絶叫をな。され、あんたら覚悟の者にこの地は渡せない。貴様に俺の覚悟の何がわかる。王子様の天下のためなら、それは進化しろ。ならば死の者を言わずに潔く破れるのいい。黙れ、俺は勝つ。悪魔か、この兵力差負けるなど。帰って秀吉に伝えるがいい。この俺を下したくと自ら攻めてこいとな。